はい、皆さん、こんにちは。吉松です。と、いかがお過ごしでしょうかね。そんな感じでですね、皆さんに一服の清涼剤というか、まあ私がですね18年前に書いた、まあ、あの文章なんですけど、まあこれちょっとちっちゃいね、作品ということで書いてみました。これ全部私の想像で書きました、すべてね。はい、そんな感じでですね、まあ、皆さん、お時間のある方は聞いてください。読み上げ早々で読み上げますので、私の朗読ではありませんのでね、期待して聞いてください。では皆さん、再生します。どうぞ。小学校4年生の女の子、ゆうちゃんの目から涙がこぼれ落ちていた。天気の良い朝、玄関でランドセルをおぶったままゆうちゃんはしゃくり上げ始めた。少し怖い。お父さんの仕事の都合でこの町に引っ越ししてきたばかりなのだ。昨日は二人兄弟の6年生のお兄ちゃんとお母さんに連れられて学校へ行っている。前にいた小学校とは違って大きな建物だし、廊下なんかもツヤツヤと光っていた。すごい大きいな。ゆうちゃんは胸をときめかせた。紹介された担任は若い元気な男の先生だった。にこやかな感じだ。でも職員室から出た時に前から歩いてきた何人かの男の子たちがうつむいていたゆうちゃんの顔を覗き込むようにしていったことが気になっていた。いじめなんてないよね。でも知らない子ばかりだ。いつも一緒で仲良しだったあやちゃんもいないし、そう考えたらゆうちゃんの目から熱い雫が落ちてきたのだ。ゆうちゃん遅れちゃうわよ。背中でお母さんの声がした。涙を手で拭いて、うん、とようやく返事をする。お兄ちゃんはさっき学校へ行ったのだ。お父さんもお仕事に行ったし、残っているのはゆうちゃんとお母さん。お母さんが玄関に来た。ゆうちゃんの顔を見てにっこりした。ゆうちゃん、今日初めてクラスのみんなと会うんだ。わかる、わかる。心配だよね。ゆうちゃんはうつむいている。お母さんはゆうちゃんの方を温かい両手で包むと自分の方に向けさせた。そうだよね、わかるよ。ゆうちゃんの気持ち。でもね、ゆうちゃん、こうも考えられるんじゃないかな。今日会うクラスのみんなはゆうちゃんのことを知らない。それは当たり前だよね。ゆうちゃんと仲良くなれるかどうかもわからない。だけど今までのゆうちゃんのことを知らないっていうのはチャンスかもしれないのよ。なんでなの。ゆうちゃん、今まで前の学校でいっぱい失敗したじゃない。恥ずかしいことあったじゃない。そうでしょう。お母さんは少し真剣な顔になった。ゆうちゃんをじっと見つめている。ゆうちゃんはお母さんの知っていないはずの失敗まで思い出した。だけど今日会うお友達はそういうゆうちゃんの今までの失敗や恥ずかしい思い出を知らない。これって素敵なことだと思う。すごくいいことなのよ。ゆうちゃんは大きく目を開いてお母さんの笑顔を見た。これはとっても大きなチャンス。ゆうちゃんはこれからどんな人間にもなれるってこと。わかるわよね。そうなのかな。そうよ、今日から新しいゆうちゃんの誕生よ。みんな今日からのゆうちゃんしか知らないんだからね。少し元気になってきたゆうちゃんの涙は乾いていた。お母さんに言われて顔を洗ってきたゆうちゃんはもう一度ランドセルを背負って玄関に立った。お母さん、行ってきます。大きく声を出してドアを開けた。何か自分が新しくなった気分がした。道を歩き出して振り返ると家の前でお母さんが手を振っている。ゆうちゃんも手を振った。して駆け出した。走りながらゆうちゃんは前の学校で先生に叱られたことや友達と意地の張り合いをして喧嘩したことを思い出した。あやちゃんの顔を思い出した。前の学校の担任の先生が別れ島に小さな国語辞典をくれたことを思い出した。そうだ、お手紙書かなきゃ。お別れ会の時にクラスのみんなから手紙をいっぱいもらってやるのだ。あの、みんなとはもう会えない。ゆうちゃんの足が止まった。家に帰りたくなった。その時心の中にお母さんの顔が浮かんで、今日から新しいゆうちゃん、という声が聞こえた。そう、新しい。こうしては、
いられない。遅れちゃうよ。ゆうちゃんは、また、頬にいっぱい風を受けながら、学校への道を駆け出した。終わり。